わー、キティちゃんとマグネットで遊ぶおもちゃなんだね。ここで棚があるから同じものを選んで置いていってみようね。関係ないものもあるからみんな気をつけてね。じゃあここから行こうか。これと同じものはどこにあるかな。みんな分かったかな。そう、これがミルクだよ。牛乳だね。牛乳を棚に入れたよ。それじゃあこれ棚のどこにあるのか分かるかな。こっちの棚、いやこっちだね。この一番下のところにあったよ、パイナップル。それじゃあこれパン、食パンだね。食パンどこにあるかな。みんなわかるかな。一番大きいこれだね。これが食パンだよ。食パン棚に入れたよ。じゃあ他に何があるかな。よし、これはリンゴ。リンゴの棚はわかるかな。リンゴリンゴはここにあったよ。あ、ナス、野菜のナスがあったね。ナスはどこかな。みんなわかるかな。そう、ここにあったよ。それじゃあまた野菜の、これは玉ねぎ。玉ねぎがあったよ。野菜の棚はこっちだからこっちの方にあるかな。ここ、玉ねぎ。みんな上手だね。どんどんと整理ができて助かるな。じゃあこれは人参。人参だね。人参は野菜の棚。野菜の棚、ここ。ここの一番上にあったよ。よし、それじゃあ、これはどうかな。これはジュースだね。ジュースの棚はここ、牛乳の隣。アップルジュースに、こっちはオレンジのジュースだったね。あ、また野菜を見っけ。野菜はこれは何かな。キャベツだよ。葉っぱの野菜のキャベツだね。とても大きな野菜なんだけど、どこにあるかな。ここ、野菜の棚はこの左の方にあるんだよ。それじゃあ、また野菜見っけ。野菜、これはトマト。トマトだよ。トマトはどこにあるかな。みんなわかるかな。そう、ここ、トマトも置けたね。よし、あと野菜はあるかな。みんな見つけてみて。野菜。野菜はあったー。これはじゃがいも。じゃがいもだよ。じゃがいもはどこかな。そう、ここだね。これで左の棚全部埋まったよ。じゃあこっちの右の棚を見ていこうかな。右の棚は、まずパン。パンは、あった。クロワッサン。もこもこしてる感じだね。クロワッサンがあったよ。そして、肉と魚だね。肉と魚。あ、肉がまず見っけ。肉。とても美味しそうな肉だね。焼いて食べると美味しいと思うよ。あとはお魚さん。お魚さんはどれかな？これはウインナーだね。タコさんウインナー。お魚さんだけどもちょっと違うよ。よし、これを見っけ。これは何のお魚なのかな？お魚の種類はちょっとわかんないな。あと、
これだね。このクッキーはどれかな？みんなわかるかな？そう、これ、クッキーだよ。クッキーも棚に入れたよ。これで完成。みんなありがとね。それじゃあ、キチちゃんがお買い物。野菜を入れて、パンも入れて、お魚さん、そしてお肉。これくださーい。うちに帰ってキッチンしようね。お料理してみんなで一緒に食べようね。まずはエビフライと、そしてこれがご飯だね。ハタのついたご飯も食べよう。そしてこれはドーナツだね。美味しいドーナツも食べたいな。それから、カップケーキもあるよ。そして、ハンバーグ。みんな大好きハンバーグ。それから、タコさんウインナーも乗せて、みんな一緒にいただきます。キティちゃんとお買い物して楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうね。